一番戦いたくない相手と戦うっていう。本当はユウとしてはコトナもアーシャも助けたいし、ハルトも戦いたくないんですよ。ハルはアーシャが死ぬことによってコトナが助かると思ってるから、そこで覚悟を決めた親友に対してぶつかるユウっていうのはすごい歯がゆい中でも戦うしかないんだっていうもどかしい感じ。多分ハルはこの世で一番大切なものがコトナであって、そのためなら何だってする、セリフもあるように、その思いでなんで分かってくれないんだユウっていう気持ちもあるし、何としてでも救いたいっていう、命を救いたいって気持ちで戦っていたのかな。でもそのセリフ的、お芝居的には戦っていた時の方がやりやすかったです。僕は全部戦ってるね、俺ら共演してるやつね、全部戦ってるね敵対してるね面白いですよ、面白いね、いろんな戦い方があるんだね、うんうん、でもなんかお互い自分のなんかこう男気じゃないですけど信念に向かってぶつかってるのはやっぱかっこいいなって思いますけどね。そのじいさんが誰だか俺にはわからない。でも一つ確かなことは、コトナが今あんなに元気に走り回ってるってことだ。もうあの世界が夢でも現実でもどっちだっていいんだよ。それだけじゃない、交通事故に遭った3人だって俺たちの前で消えた石段に似ていた。ほんとお前の想像力すげえよな。幼なじみのユウとハルが迷い込んだ想像を超えた魔法の世界、そこには命がつながっている。コトナ、もう一人がいる。大人になった、大人になった。どちらかの命を救えばもう一方が死ぬ。俺はコトナを助けるためにアーシャを撃つ。愛する人を救うために、俺にだって守りたいものができたんだ。命を選べ、二の国。